皆さん、プリヴェット、こんにちは、ナシチャです。元気ですか？今日はね、ちょっとドラマについて話したいと思います。皆さん、ドラマとか見てますか？まあ、映画とか。まあ、今日は主にドラマについて話しますけど、もっと具体的に言うと、私の好きな、日本のドラマについて話したいと思います。で、なんで私はそのドラマが好きかというと、実はそのドラマが、私のね、日本語の勉強にとても役に立ちました。で、今日話すドラマは全部大学の頃見ました。なんかね、今話してすごく懐かしくなりました。そう、夜に、ね、お茶とか飲みながら、ポテチ食べながらね、面白いドラマを見るのは面白かったんですよ。まあ、それはさておきなんですけど、でもそのドラマはすごく私にとって勉強になりました。まあ、そのドラマのおかげで私の日本語は上達したと言っても過言ではないんですよ。で、もちろん日本語の以外にもいろいろ勉強できました。例えば日本の社会とか、あと日本の文化とか、日本のユーモアとかね。で、とても楽しかったので、多分ロシア人のユーモア感と日本人のユーモアはなんかとても似ていると思います。じゃあ皆さん、本題に入りましょう。で、今日は話すときにランキングをつけて話します。じゃあ一つ目というのは5位なんですね。はい。で、思えたりはありますか？多分このドラマを全員の女性が見たと思います。まあ、日本人女性もそうですし、あと日本語を勉強してるロシア人女性も見たと思いますよ。で、ドラマの名前はタダダダーン、花より団子です。はい、このドラマは私の初めてのドラマです。まあ、日本のドラマなんですね。だからもちろんランキングにつけないといけないんですよね。まあ、でも結構楽しかったんですよ。もちろんこの日本社会と全然違う話なんですけど、まあ、でも日本語としてとてもね、勉強になりました。まあ、あとね、ストーリーも結構面白いんですよね。まあ、女性向けなんですけど。じゃあ次行きましょう。次は4位ですね。で、このドラマは前のドラマとちょっと似たような感じです。何だと思いますか？花盛りの君たちへというドラマです。まあね、前のドラマとちょっと似たような感じなんですね。で、このドラマはめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もう本当にいつも笑ってたんですよ。はい。で、多分私は主人公じゃなくて生田斗真の役の方が好きんですよ。もう本当に彼の役のおかげでもういつも笑ってました。もう私にとって生田斗真は主人公でした。もう本当に彼は出たシーンは全部楽しかったんですよ。すごくいい思いです。すごく楽しくて、気分を上げる必要な時によく見てました。じゃあ次はちょっと違うジャンルのドラマです。はい、詐欺についてのドラマです。クロサギです。もう本当に面白かったんですね。どうやってクロサギが白サギを騙してね、お金を取るか、もうなんか毎回なんかちょっとドキドキで楽しく見てたんですよ。じゃあ次はもう2位ですね。最後に近いんです。で、第2位はちょっとクロサギのジャンルに似ているのかな、かな。何だと思いますか？じゃあドラマの名前はタダダダーン、ライアーゲインです。ライアーゲインは本当に面白かったんです。もう本当にいつも脳の戦いでしたね。ドラマの中であった問題をどうやって解決すればいいか、ね、私も主人公と一緒に考えて楽しく見ていました。もう本当にいつもドキドキでした。じゃあ次と最後、もう第1位ですね。やっとつきました。で、この第1位のドラマに対して私は一番温かい気持ちを持っています。はい、このドラマのおかげで私は日本の社会ってどういう風に生きてるか、日本の会社がまあどういう感じか、まあ日本のオフィスとかね。はい、その時は何も知らなかったんですよ。まあ、大学の頃なので。はい、まあ、あとはジャンルはコメディで笑うところが多かったんですよ。はい、とても楽しかったんです。で、このドラマの名前はタダダダーン、蛍の光です。皆さん見たことありますか？まあ、このドラマもね、そんなに新しくないんですね。で、このドラマの主人公もとても好きで、とても美人で、俳優としてとてもね、上手だと思います。綾瀬はるかなんですね。はい、で、日本に住んだ時に、1年前、そう、ちょうど彼女が出たドラマをまた見ました。義母と娘のブルースというドラマでした。
とても面白かったんです。で、小太郎の光と全然違うキャラクターでちょっとびっくりしたけど、でも相変わらずゲームは良かったので、ね、ドキドキしながら見ていました。はい、こんな感じです。皆さんは私が今日話したドラマの中で何か見たことありますか？コメントで書いてくださいね。私が今日話したドラマはね、あまり新しくないんですね。ちょっと古いんですよね。もし皆さんはなんか新しい、もっと新しいドラマの中でおすすめのドラマがあればコメントで書いてくださいね。私は楽しく見ます。はい、皆さん動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。また会いましょう。パカパカ。いい一日になるように。